どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、スーパー大解約来ました。はい、ということで、めちゃくちゃ残念なお知らせです。このキャッシュがですね、なんと、ANA Pay、その他、チャージ系のね、プリペイドカードへのチャージえ、終了ね、発表いたしましたので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。本当にね、めちゃくちゃこれ、大解約ですね。はい、というのもですね、今ね、この、 キャッシュっていうのはですね、ANAPay にね、チャージルートが通っているということで、ANAPay のチャージには基本的にこのね、キャッシュをかまして利用させていただいている、まあ私を紹介してさせていただいているね、チャージルートで一番このキャッシュをメインでね、 ANAPay にチャージして、その先っていうのをね、まあ、紹介させていただいてるんですけども、先日ね、あの、2024年の版の税金の支払い方法まとめっていうのも出させていただきましたけども、あれもね、今回のこの解約で使えなくなるルートがね、非常に多いです。いやーね、残念ですね。このキャッシュね、こういうのってダメなんですかね。ちょっとね、よくわかんないんですけども、今ね、このキャッシュから ANAPay ってもう還元ないんですよ。 ルートが通ってるだけで、特にね、ルートを通してるだけでね、別にお金、還元があるわけじゃないので、なんか還元があるからね、塞ぐっていうのはわかるんですけども、もうチャージ自体がね、利用することができなくなるということで、いやね、非常に残念。いや、本当にね、ちょっとどこまでね、影響が及んでるのか、 ちょっとね、私も、ちゃちゃっとね、今調べさせていただいて、まあ、動画ね、作らせていただこうと思っておりますんで、またね、ちょっと追加情報等々がございましたら、この動画の固定コメントとかね、また改めて動画出したいなと思いますので、この点はね、ご了承いただければなと思います。ということで、えちょっとね、公式サイト等々見ながらね、説明していきたいと思います。 はい、ということで、こちらはですね、私ね、これメールがまだ届いてないんですけれども、一部のユーザーの方にはですね、2 0 2 0年3月15日の15時13分ぐらいにですね、キャッシュから重要なお知らせっていうのが届いてるそうなんですよね。で、私はこれね、届いてないんですよね。で、今メールをチェックしてもまだ届いてないということで、まあ、今後届くのか、もしかしたら私は対象外なのか、ちょっとそこら辺はよくわかんないんですけども、ま、あそんなこともね、ないと思いますので、ま、あいずれ届くと思うんですけども、一部他社ウォレットサービス 入金チャージ終了についいてということででキャッシュかららね重要なおお知らせががメールが飛んでおります、えー、この度、キャッシュ、ビザカードを利用した一部、ウォレットサービスへの入金、チャージを終了することとなりましたということで、えー、対象サービスが ANAPay、i バンドルカード、B4 さん、ミクシビザということで、終了日は、えー、2024年の3月の21日朝10時頃っていう風になっておりますので、 えー、この動画が出ているのは3月の15日っていうふうになりますんで、えー、もしね、先ほど言った通りですね、税金の支払いで利用されたいっていう方は、もう3月の21日までにキャッシュから a n a p a のルートまでは、えー、終わらしといていただきたいなと、 思います。3月の21日以降ね、利用することができなくなりますんでね。で、これを受けてですね、まあどういった感じの影響が出るのかっていうのをね、ちょっと私の方でね、考えさせていただいたんですけども、ということで、まずですね、ここ最近のね、あのチャージ還元終了のね、まあこちら一覧なんですけども、この前ね、えー、っと、トヨタウォレットが3月31日に還元終了しますっていうのを発表しましたよね。トヨタウォレットからまあ、モバイルスイカ出しておりますけども、まあ基本的に、 あの、この還元がなくなるということで発表がありましたよね。で、突然 a u Pay プリペイドが2024年2月の13日還元終了を a n Pay ね、終了を発表して、もうこちら実行済みになって、 おります。で、2024年の1月の25日にキャッシュから ANAPay の還元が終了したんですよね。ちょうど2ヶ月前ぐらいですね。で、今回の発表で3月の21日にチャージルート自体が消滅するっていうのが発表されました。ですのでもうこれからね、キャッシュから ANAPay、イデアバンドルカード、 えー、B4 さん、m i x i m ここら辺が全て利用することができなくなるっていうふうになりますんで、まあ、フィニッシュは基本的に、まあ、キャッシュにひ、あの、基づいたもので、まあ、利用していただくっていう最終ルートになるっていう感じですね。で、これで、あの、影響を受けるところなんですけれども、まずね、え、Android、iPhone の方が、ユ方がね、利用することができていた、アメックスからの経由の えー、モバイル追加チャージルートですね。こちらに関しては、えー、キャッシュで0.5%が取れて、NAPay で0.5%が取れているわけなんですけども、ちょっとこの n、AP、a p a AUPay ペ r e をちょっと忘れといてくださいね。で、取れてたわけなんですけども、これが3月21日から、こちら利用することができなくなってしまいますので、 え、こちらね、えー、残念ながら、アンドロイドの方が、え、利用するルートがなくなると思います。ちょっとこちらはね、あの、先ほどから言っている通りね、もしかしたらもう一回調べ直したらどっかルートあるかもしれないですけども、私はちゃちゃっと考えた感じだと、多分こちらは、えー、iPhone の方のみね、残るかなっていうところですね。というのも、Amex からキャッシュにね、チャージさせていただいておりますよね。で、Amex から、えー、a n p a y っていうのは直でチャージできないので、このキャッシュをかまして0.5%取っているわけなんですけども、まあここ ここがね、塞がれるっていう風になりますんで、Amex からね、aupay プリペイドにチャージしていただければ、ここがね、Apple Pay でチャージルートがね、通るっていう風になりますんで、還元はないんですけどね。 これで利用することができると思います。Android の方は、えー、っと、aupay ありますよね。そちらで、えー、後でちょっと説明しますけどね。そちらだったら、Amex, aupay, aupay, スイカでルートは組むことができますけども、まあ、このルートでは利用することができない。てか、aupay, プリペイドでは利用することができないっていうふうに、 なります。ですので、iPhone 使ってて、モバイルスイカにね、お得にチャージされたいっていう方は、基本的にこのルートが、まあ一番簡単なのがこっちになりますかね。もう一個ね、あの7個ルートでもバニラビザ購入すればできると思うんですけども、まあそのルートだと、 え、こっちですね。a u p a y プリペイドから7個あ、7個じゃない、ミニストップで和音でバニラビザ購入していただいてのバニラビザからのモバイルスイカですね。このルートだと0.51%なんで、まあ、1.5%還元っていう風になりますよね。先ほどのルートだと1%還元っていう風になりますんで、ま、あどの還元が欲しいかとか、ま、あ手間がどれぐらいかかるかとかね、ま、あいろいろあると思いますけども、ま、あこちらはね、あの、お好みでっていうところですね。還元自体はこっちがね、 アメックスで0.5取れて、こちらワオンポイント、英語のワオンポイントで1%取れるっていう風になりますんで、ANA、アメックスとあとね、0.5%ANA マイルですよね。で、ワオンで1%なんで、ワオンは70%で ANA マイルに交換できますので、1.2%還元の ANA マイル還元率でモバイルスイカチャージできるみたいな、まあそんな感じになりますので、還元自体はこっちの方が高いですけども、まあこちらはね、あの、書いてある通りミニストップまで行かなきゃいけないんでね。 で、こちらは、まあ特にね、どこにも行かないでお家でできますんで、まあこっちを利用する人が多いかなっていうところですよね。はい。で、ここはアップルペイしか通ってないので、iPhone の方しか利用することができません。こういった感じになりますかね。では次に ANA、ANA Visa Master JCB カードの場合ですね。今回ね、ここは潰されておりますので、 もうね、ANA ビザマスターの方は、えっと、直でやると1%ですよね。1%でモバイルスイカで、えー、ANA マイル還元率が1%還元なんで、こっちの方がいいのか。そうですね。直チャージすると ANA ゴールドカードの場合は0.6%取れますんで、0.1%しか変わんないんで、まあ、どっちでもいいですね。これ直チャージすると0.6%取れるんですよね。ANA ゴールドカードから ANA Pay っていうのは。ですので、えー、0.6% ここね、ここ0.6になるので、で、ここで0.5なんで 1. 1、1.1%ですね。まあ、0.1%なんで、まあ、どっちでもいいですけれども、まあ、ANA、ビザマスター、JCB の方は、まあ、ここがね、潰されるっていうふうになりますんで、このままこう行くか、このまま直で行って、直で ANA ペイからもばれすいかかっていうところですね。ここ0.6%になりますね。こんな感じになりますね。まあ、どっちを取るかね、あのー、 人によって変わると思いますけど、まあいい0.1%しか変わんないんでね。まあそのままキャッシュ、モバイルスイカでいいんじゃないですかね。まあもちろんね、このままあの直でね、あのモバイルスイカにはチャージできますんで、まあ還元は取れないんですけどね。まあここはお好みっていう感じになります。で、このルートは、えっと iPhone の方、Android の方両方とも利用することができそうですね。はい、こういった形になります。 で、次にね、n d r o i d の方で簡単に行けるルートはこちらですね。アメックスから aupay。で、aupay で Suica っていうのはね、あの利用することができるんですよね。これ iPhone の方利用できないんですけども、こちらのルートがアメックスの場合で android 使ってる方はこっちが楽になりますかね。ここで1%、0.5、0.5取れて1%っていう感じになりますんでね。で、 ANA、えー、ビザワイドゴールドカードのマスターカードを持っている方はこのルートが一番おすすめですね。AU Pay にチャージして1%取れて、で、ここで0.5%取れて1.5%還元で利用することができます。こちら非常にいいですよね。ですので ANA、ANA ビザワイドゴールドカードを持っている方はこのルートがおすすめって言った形になります。 それでは次にですね、資新宅の購入ルートのアメックスの場合、そしてアンドロイドユーザーの方は、このルートがね、一番お勧めさせていただいたわけなんですけども、このルートも無事死亡でございます。多分大概効かないんじゃないかな。ちょっとね、これから、えー、チャージルートもう一回見直しておきますけども、この ANAPay に行けるルートがですね、どっかから通るかなっていうところなんですよね。で、アンドロイドの方なんでね、ApplePay が使えないので、ちょっとね、今のところ私はパッと出てきませんので、 とりあえずこのルートは終わると思っといてください。3月の21日までに、まあ利用される方はこの ANAPay までね、チャージを終わらしといていただきたいなと思います。で、えー、こちらがですね、0.5%取れて、えー、ここでまあ還元は取れないですけども、ルートが通ってたところが潰されたということで、まあこれがね、もうこの先以降はね、この ANAPay に行けないんでね、直チャージができないんで、利用することができないっていうふうになります。いや、これね、非常に残念ですよね。 このルートね、ここが Android の人しか,しかね、利用することができなくて、もうここがね、n d r o i d しかできないから、iPhone の方ね、早く通らないかなってずっと願ってたところなんですけども、別のところが塞がれるっていうね、非常に残念ですね。はい。ですので、3月21日以降は、まあ、Android ユーザーの方は、えー、ちょっとね、アメックスからお得に投資信託購入っていうのは厳しくなるかなっていうところですね。 それでは次にですね、iPhone の方、iPhone の方に関しては、基本的にね、このルートはまだ生きておりますので、まあ、このルートでやっていただければ、0.5%で和音で1%取れるっていうふうになりますんで、まあ、1.5%還元で、え、等身託楽天キャッシュ購入してね、え、利用することがね、一と月5万円まで利用することができますので、このルートを引き続きね、利用していただければなと、 思います。このルートがね、本当に残っててよかったですね。はい。これがね、あの、なくなってしまうとね、とうとうもうやばいっていう感じなんですけども、まあ、ここはね、まだ生きておりますのでね。 それでは次にですね、私の動画で紹介させていただいているクレジットカードで、まずね、ANA ビザプラチナプレミアムカード。このカードも、まあ年会費は高いですけども、ANA マイル還元率はね、基本で1.5%ということで非常に強い。またね、ANA ペイかましていただくと2%還元が取れてたわけなんですけども、これも塞がれます。ですので、基本的にはもう1.5%還元っていう風になりますんで、ここはね、ルート消えてしまいますので、もうね、利用することができないっていう風に、 なるんですよね。ですので、えー、もしやりたいっていう方は、ANA のクレジットカードから、ANAPay にね、直チャージしていただくっていう感じですね。で、これが、えー、っと 1. 1、1.1%とかだったと思うんですよね。はい、そうですね。直でチャージしていただく。このキャッシュをかまさないで、ANAPay にね、チャージしていただくと、1.1%、えー、まで還元率落ちてしまうんですけども、直でできますので、<laughs> a n a ビザプラチナプレミアムカードに関しては、還元率が 1.6%還元まで下がるっていう感じですね。いや、残念ですね。今までね、2%で利用することができてたわけなんですけども、もう直チャージしかね、利用することができないっていう風になりますんでね。今後はこちらが、まあメインルートっていう風になりますかね。 で、次に、プラチナプリファードですね。外貨チーム手数料が2.2%かかる、この、三井住友プラチナプリファードなんですけども、外貨決済が3%還元なんでね、非常に今お勧めさせていただいておりまして、このカードね、ANA のクレジットカードでね、ANA マイルが貯まるということで、まあ、お勧めさせていただいてるわけなんですけども、100万円以上使うと2%還元っていう風になるんですよね。400万円まで。ですので、 こちらをね、考慮していただくとですね2、2%還元。で、プラス、この0.5%っていうのは、この三井住友プロパカードはですね、ANA のカードとかダメなんですけども、リボ払いの手数料をね、最大限引き下げていただければ、0.5%還元プラスされるっていうふうになりますので、2.5%還元。で、それで70%を交換すると、1.75%還元率っていうふうになるんですよね。ですので、ANA マイル還元率非常に高いですよね。で、これで利用していただくと、 キャッシュをね計るとプラス0.5入りますんで2.25％還元っていう風になるわけなんですけどもまあ、こちらがね今回消えてしまったっていう風になりますんでしかもねこの三井住友プラチナプリファードっていうのは AN a ペイにねあの直接チャージしても還元取れないっていう風になりますんでもうね今のところ、えー、他のルートもねちょっと出てきませんのでそうなってくると AN a マイル還元率は1.75％まで え、下がるっていう感じですね。いや、非常にえ残念ですね。外貨決済がね、3%、またスマホでタッチ決済7%以上。で、クレカ積み立てね、5%還元と、非常にね、メリットが強いカードなんですけども、え、ちょっとね、還元率は下がってしまうっていう風になりますんで、ANA、ね、ビザプラチナプレミアムよりかは、ね、あの、還元率はね、高いんですけども、 こちらはね、下がってしまうっていう風になります。いや、非常に残念ですね。それでは次にですね、先日ね、国税地方税の支払いでマイルを貯める方法をまとめ、2020年の版出させていただきましたけども、こちらも影響を受けます。で、アメックスでやりたい方、で、また iPhone の方に関しては、まあ、先ほどとね、こちらルート一緒ですので、こちらはね、まだ生きております。それでは次に、Android ユーザーの方で ANA、ANA Visa m a s ー e ーの方ですね。まあ、今回ね、キャッシュから、えっ、ー、と、ANA Pay のね、 え、チャージがなくなってしまいましたので、ここの還元率が直チャージでやってもらって0.6っていう感じになりますね。利用すること自体はね、できるっていう風になりますんで、そうですね。ANA ビザマスターの方はこういった感じで 利用していただく感じになりますかね。で、次ですね。アメックスを使って国税地方税の支払いですね。こちらに関しては直チャージできないで、またキャッシュのルートが潰れたっていう風になりますんで、えこのルートは残念ながらもう使うことができないですね。はい。ちょっとね、アメックスから a u p a y プリペイドにしちゃうと、ここがね、Applepay になっちゃうんで、 まあそうなるとね、アンドルートの方は利用することができませんので、アメックスの方はちょっとね、利用することができなさそうですね。それでは次にですね、このルートもね、死んでしまうんですよね。いや、非常に残念です。このね、イディアっていうのがですね、外貨事務手数料ほぼかからない、えー、プリペイドカードということで、またね、アメックスからのチャージでルートがね、0.5%取れるルートが組めておりましたので、 市場にお勧めさせていただいたわけなんですけども、こちらはね、えー、利用することができなくなるっていうふうになりますんで、このね、アメックスからの、えー、イディアっていうのはチャージすることはできるんですけども、 還元がゼロなんですよね。なんでここで0.5残しといてくれなかったのかよくわかんないんですけども、まあこのイディアっていうのはですね、年に2%をもらえるね、プリペイドカードということで、まあそれがちょっとね、アメックス側からするとあれだったのかもしれないですけども、まあこちらね、直でチャージしていただくしか、 もう利用することはできなさそうですね。ちょっとまたルートね、検討してみますけども、ちょっとパッと浮かばないんでね。まあこのルートはね、0.5%取れてたのが、なくなってしまうって言った形になります。はい。ということで、今回ですね、このね、キャッシュがですね、一番大きいのはやはり、イデアと ANAPay のチャージルートね、塞いできたっていうのはね、非常に残念ですね。もう還元はね、取れなくなっておりますので、いや、まさかね、チャージルートが塞がれるとは夢にも思っておりませんでしたので、 いやー、残念ですね。はい、またね、あの、コツコツね、チャージルート探して、またね、お得なのがございましたら、動画ね、出したいと思いますので、ぜひね、そちらもチェックね、していただければなぁと。 思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイト診断ね、始めましたので、ぜひね、こちらから無料で利用することができますんでね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回のはこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ